はい、こんばんは、こんにちは、大輝です。この動画ではですね、有料オフィスと変わらないほど素晴らしい無料オフィスの決定版というものをご紹介します。オフィスって無料で使えるものなんてあるのってね、思った方もいると思うんですが、実はですね、無料で使えるオフィスっていうのは前々からいろんな会社が出していたりします。例えばですね、 Google のスプレッドシート、 Apple の Numbers、キングソフト社製の WPS オフィスフリー、こういったものが有名ですね。これらはですね、オフィス互換ソフトといってですね、本家のマイクロソフトオフィスと互換性がありますよっていったオフィスなんですね。これらには、それぞれいいところもあったりするんですけれども、そもそもこの互換性がいまいちだったり、やはりね、真似て作ったソフトですので、使い勝手がね、雲泥の差があって、どれもいまいちだなと言わざるを得ない状況だったんですね。そして互換ソフトじゃなくて、マイクロソフト本家もですね、マイクロソフト365 for the web っていう、こういった無料のオフィスを提供していたんですが、これもね、ウェブ上で操作するので遅延、ラグですね、これがひどくてなかなか使い物にならないということでね、こうやって、このね、無料版はどれもいまいちだなっていうのが現状だったんですね。それがなんとですね、このマイクロソフト本家が出しているマイクロソフト365 for the web がですね、なんと去年のアップデートでこれ劇的に改良されたんですね。この問題だったですね、もう遅延ですね、ラグがもう気にならないレベルまで改善されたんですね。今までは結構低評価だったこのソフトなんですけれども、今もうかなり使えるソフトとして注目されています。難しいことをしないのであればね、もう有料のインストール版オフィスと比べても遜色なく使える、こういったところまでもう来てるんですね。ということで今回おすすめするのはマイクロソフト365 for the web です。というかですね、この名前少し長くて噛みそうなので、これからはですね、ウェブ版オフィスと言わせてもらいますね。それでは早速このウェブ版オフィスの使い方や注意点について説明していきます。行ってみましょう。はい、それでは早速やっていきましょう。ウェブ版アプリですので、こちらですね、インターネットを使ってアプリを使っていくわけなんですよ。そしてこのエッジ、クロームを使うことが多いと思うんですけれども、こちらエッジを使った方がいいよという噂を聞くんですが、僕はですね、普段このクロームを使ってますので、僕の場合はこのクロームを使ってやっていこうと思います。はい、それではね、こちらの検索ページにですね、オフィスウェブ版と入力して検索してください。はい、検索するとですね、こちらトップページにですね、ウェブ版の Excel、Word、PowerPoint、Office、無料、Microsoft と、こういった表記が見えるのがわかると思います。こちらに入っていきましょう。はい、そうするとですね、こういった画面が出てきたかと思います。まずですね、こちらサインインというボタンと無料でサインアップといったボタンがあるのがわかるかと思います。そうなんですね、実はこの無料で使えるウェブ版 Office っていうのはですね、マイクロソフトアカウントがないと使えないんですね。ですからマイクロソフトアカウントをもうすでにお持ちだよっていう方はですね、こちらのサインインから中に入ってください。そしてもしマイクロソフトアカウントを持っていないよっていう方やね、もう忘れたなっていう方はですね、こちらの無料でサインアップからですね、また新たにアカウントを作成してください。僕の場合はですね、もうすでにアカウントを持っていますので、こちらからサインインしていきます。はい、それではログインしていきましょう。はい、それではね、サインインをしますとですね、こちらサインインの状態を維持しますかというふうに聞かれます。これはですね、もしお使いのパソコンがですね、あなたしか使わないのであれば、こちらははいという選択ですね。もし複数人が使うのであれば、こちらはいいえを選択してください。僕の場合は今回はいを押していきます。はい、そうするとですね、こちらが無料で使えるウェブ版オフィスのトップページになります。そしてですね、毎回毎回オフィスを使うたびにですね、こういった作業をしているとちょっと面倒ですよね。ですから一発でここまで来れるような設定をしようと思います。それではですね、こちら見てください。こちら一番端っこにある3つの点ですね、こちらをクリックしていただくとですね、ここにオフィスをインストール、こういった文字があるのがわかると思います。こちらを押してください。
そうするとですね、アプリをインストールしますかというふうな文字が現れますので、こちらインストールというふうに押してください。そうするとですね、ここにオフィスのマークが現れたのがわかると思います。こちらですね、こちらが新たに現れたわけなんですよ。ちょっとややこしいのでこちらを消しておきますね。こちらが現れたわけなんですね。そしてですね、デスクトップにこういったねオフィスのアイコンが現れました。つまりですね、こちらをですね消してしまってもですね、このデスクトップのオフィスのアイコンをクリックすると、また瞬時にこのページに戻れると、こういったことになっております。はい、それではね、こちらが Web 版オフィスのトップページになります。そしてですね、こちらにできる機能っていうのが表示されてますね。Word、Excel、PowerPoint、Outlook ですね。そしてその他にもいろいろあるんですけれども、まずはじめは Excel 試してみましょうか。はい、そしてですね、今回は新しい空白のブックを作ってみましょう。はい、立ち上がりました。これが Web 版の Excel なんですね。そしてですね、こちらにリボンがあるんですけれども、このリボンがですね、普段見る Excel とちょっと違うぞと思った方もいらっしゃると思うんですね。そういった場合はここにね、下三角があります。このリボンを切り替えるというボタンを押してください。そうするとですね、普段見慣れたこういったリボンに変わります。この状態まで来ればですね、もうあとはデスクトップ版の Excel と同じように使うだけなんですね。早速ねちょっと使っていってみましょう。あとですね、スクロールをくるくる回すとですね、ほらこういう風にですね、ここ見てくださいね、こういう風にですねスムーズに動きますよね。ここがですね、昔は遅延があってですね、カクカクしていたんですよ。それでイライラしてですね、みんなからの評価が低かったということなんですけれども、これ全然遅延なく動くんですよね。それではね、早速何かやってみましょうか。例えばですね、リンゴ、スイカ、みかん、レモン、そしてそれらの合計平均と、こういったものを作ってみましょうか。そしてリンゴが例えばじゃあ50円、スイカは150円、みかんは60円、レモンは20円、こんな感じの、まあ、本当にごく簡単な、使い方ですよね。こちらを、こういう風に罫線をかけてですね、はい、それではね、こちら合計金額を出していきましょうか。合計金額っていうのはサムでしたね。それではこちらからサムですね。はい、そしてこういう風に選択をすると、はい、見事出ましたね。280円、合計がちゃんと出たのがわかると思います。そしてじゃあ次は平均ですね。平均はアベレージでした。アベレージを選択してですね、ここからここまでの平均の価格を表示すると、平均は70円と、こういったね関数も見事に使えるのがわかるかと思います。はい、それではね、次にグラフなんかやってみましょうか。それではここからここまでのグラフとなりますと、例えば、こちらの棒グラフを作ってみましょう。はい、こちらもバッチリですね。綺麗なグラフができました。その他は例えばですね、この描画というところではフリーハンドでこういうふうに文字を書くこともできますし、例えばですね、こちらに例えば、こういったテーブルとしてのですね書式設定を当てはめることも可能です。例えばこういったねオフィスでよくやるやつですよね。こちらこういうふうなものにしてですね、大きい順に並べてみるとかね、小さい順に並べてみるとか、こういったソート機能を使うことだってできるわけなんですね。本当にこういった簡易的なことをするのであれば、何一つ不自由なくやることができるんですよね。これが無料でできますからね、それがすごいところだと僕は思いますね。あとですね、注意点としてはですね、こちら上を見てください。 Excel、Book、OneDrive に保存完了ということになってます。保存がもう終わってるんですね。というのもですね、インストール版のオフィスっていうのは作業をして自分で保存というのをする必要がありましたよね。ですがこの Web 版のオフィスっていうのはですね、自動保存なんですよ。例えば何かデータをいじると全て自動で保存されます。ここ見ておいてくださいね。例えばここに何かデータを入れてエンターを押すとですね、ここ自動保存されるのが分かりますからね。いきますよ。はい、一瞬ね何かもう表記が変わって自動保存という風になったのが分かりますか。これ全部ねリアルタイムで
保存していってくれてるんですよね。そしてですね、この Excel 自体の名前なんですけれども、これ自動で Book というものが初めにつくんですね。こちら変えたければここをクリックしてですね、この Book というのをですね、例えばじゃあこれは八百屋価格表と、こういった風に入力すると変更することができるわけなんですね。そしてですね、こちら場所を見てください。ワンドライブに保存されますよということになっております。それではエンターを押すとですね、こちらを見るとですね、名前が変わったのがわかると思います。はい、それではね、こちら Excel から抜けてですね、トップページに戻る方法っていうのはこちらです。こちらをクリックして、そしてこちらですね、オフィスっていうのを押すとですね、はい、トップページに戻ることができました。このブラウザ版オフィスの方に戻ってくると、こちらですね、先ほど今作った Excel の、データがこちらに見えるのがわかるかと思います。そしてですね、このデータは、例えばパソコン博士大輝のワンドライブにデータが保存されていますよというふうに書いてあるのがわかると思います。じゃあこのワンドライブはどうやって見るのかということなんですけれども、このパソコンにですね、このあたりにワンドライブの同期を有効にしている方はですね、ここから見ることもできますけれども、こちらワンドライブの同期を有効にしてなくてでもですね、簡単に管理をすることができます。それがですね、こちらなんですね。こちらがワンドライブとなってますよね。こちらじゃないとしてもですね、こちらから行くことは可能です。どちらも同じですからね。見てみましょうか。はい、そうするとですね、こちらがお使いのワンドライブの中なんですね。はい、そしてですね、こちらに八百屋価格表というのができたのがわかると思います。そうなんですね、こういうふうにクラウド上のワンドライブにデータを蓄積していくわけなんですね。こちらワンドライブはですね、誰もが無料で5ギガですね、5ギガ初めからこのデータの権利を持っております。この5ギガ中にですね、僕は546メガ使っていますよということなんですよ。そして5ギガじゃ足りないよという方はですね、ストレージ内容の購入っていうのを行ったりですね、あとは有料版 Office365 っていうのに課金をするとですね、この容量を増やすことが可能です。はい、それではね、また元に戻ってみましょうか。こちらだね、こちらから戻っても結構ですし、まあ、こちらね、同じのが2つ立ち上がっちゃっていますので、ちょっと1つにしてみましょうか。はい、それではですね、次はですね、こちら今作ったデータを、仕事のパートナーに渡したりとかですね、例えば職場から持ち帰った Excel をですね、こちらのウェブ版で読み込みたいという、そういった使い方をどうやってやるかというのを紹介します。それではですね、まずこの八百屋価格表っていうのはクラウド、ワンドライブに保存されていて、このパソコンに保存されているわけではありません。それをですね、このパソコンにどうやって保存するかというとですね、一度こうやって開きます。これ先ほど作ったデータですね。そしてこちら左上のファイルですね、こちらからですね、名前をつけて保存、こちらをクリックするんですね。はい、そうするとデフォルトではですね、ワンドライブに保存をしますというふうになっているわけなんですけれども、こちら見てください。コピーのダウンロード、お使いのコンピューターにコピーをダウンロードしますと、こういったボタンがありますので、こちらをクリックすると一瞬でダウンロードが完了します。押してみますね。押すとですね、ここですね、もう終わりました。かなり早く一瞬でダウンロードが完了したのがわかると思います。それではですね、僕のこのパソコンには有料で買ったインストール版のオフィスが入っておりますので、そちらとちゃんと互換性があるかというのを見ていってみましょう。それではね、こちらをデスクトップに投げていきますとですね、僕のパソコンにはオフィスが入っているので、こういうマークになりますよね。それではクリックしていくとですね、はい、そうですね、ちゃんとインストール版の Excel でもこういう風に開くことが可能ということになっております。それではね、反対にインストール版 Office で作ったデータをいかにこのような Web 版の Office で読み込むかといった方法をご紹介しようと思います。まずね、トップ画像に戻りましょうかね。トップページに戻りましょうかね。はい、これがトップページですね。こちら Web 版は一旦置いておいてですね、パソコンにインストールした有料版の Office の Word を作ってみましょうかね。Word ですね、じゃあタイトルは適当にテストというふうなワードを作りました。それではね、こちら内容を更新していきましょう。パソコン博士大輝
ですと、こういった風なワードにしてみましょう。はい、そしてインストール版のオフィスはですね、毎回保存が必要でしたね。保存をします。はい、そうするとですね、こちらにパソコン博士大輝と書いたこういったワードデータができました。これをですね、このウェブ版オフィスでどうやって読み込めばいいのかというとですね、こちら見てください。こちらにアップロードという文字がありますよね。こちらアップロードを押しますとですね、はい、こちらデスクトップの一覧が現れますので、そこにですね、先ほど作ったこのテストというワードですね、こちらを選択できるようになっておりますので、こちらダブルクリックで開いていきますと、こういった風にですね、ワンドライブにアップロードしておりますという風な文字が現れたのがわかると思います。そしてアップロードが終わればですね、無事にこういうふうにウェブ版オフィスで読み込むことができたということなんですね。そして読み込めば自動でこれまたワンドライブに保存が完了しますからね。はい、それではですね、ワードが立ち上がったのでワードもちょっと見ていきましょう。はい、こちらね、リボンが先ほどと同じようにいつものワードと少し見た目が違うぞと思った方はですね、こちら三角でしたね。こちらをクリックして、今シンプルリボンになっているのをクラシックリボンに変えてみてください。はい、そうするとですね、こういった風に普段見慣れた、リボンになったかと思います。それではね、使い勝手も見ていってみましょう。例えばこの待機というところを、例えば蛍光ペンで引いてみましょう。はい、うまくいったのがわかるかと思います。はい、それではね、文字を大きくしていってみましょうか。こういう風にね、文字を大きくしたり、太文字にしたりとかね、斜めにしたりとか、こういったね、ワードでできる機能っていうのは全てではないんですけれども、ほとんど網羅しているということになっております。まあ本当にね、無料でこれだけできたらもう十分ですよね。これが無料で提供しているっていうのが本当にすごいことだなと僕は思いますね。はい、それではね、次見てみてみましょうか。それではまた初めからね、こうデスクトップからオフィスのトップ画像に入っていきましょう。はい、それではね、次パワーポイント見てみましょうか。パワーポイントもですね、こういったですね、テーマは大したものがないんですね。その他のテーマっていうのもですね、ちょっとダサいものが多いかなと、思っております。こういったね、テーマもあるんですけれども、まあ、テーマはね、あまり期待しないでください。それではね、空白のプレゼンテーションを作ってみましょうか。はい、このようにですね、パワーポイントもちゃんと使うことが可能です。はい、そしてですね、こちらテーマいろいろ出てきますけれども、まあ、プレミアムに移行するとですね、こういったですね、マイクロソフト365を購入したりですね、そういったことをするといろんなテーマが使えますよっていう風な宣伝が出てきたりもしますけれども、まあ、無料で使えるのがこのウェブ版オフィスのメリットだと思うので、僕はね、もうここまでできたらこういったわざわざ課金をする必要はないのかなと僕は思っておりますね。はい、ということで皆さんいかがだったでしょうか。結構使えますよね。ここまで無料でできちゃったらですね、もう有料でオフィス買わなくていいんじゃないかなって僕は思いますけどね。はい、ということで今回の動画、もしね、気に入っていただけた方はいいねボタン、グッドボタンですね、そしてチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。